パースマオニアスの覚え方パースマオニアスで極度にケチなとかケチケチしたとか臨色化のとかこの臨色って難しいよねうんこれセンター国語の小説の過去文になんか出てこなかった臨色化っつって養子に取られた男の子がさすごいあや甘やかされて育つんだけどさでもその養子の子には甘やかすんだけど お手伝いさんにはなんかめちゃくちゃケチな人みたいなので出てこなかったその小説で初めて臨職っていう言葉を知ったんだけどだセンター真面目に勉強してるような人じゃないとこの臨職っていうのは知らないのと同じようにネイティブもまあパーシモニアスなんて知らないでしょうねこういうふうに使っています If you want one parsimonious theory stick with the one we have and westerners used up a great deal of they're always looking for parsimonious explanations i was a political scientist unlikely not a very parsimonious expectation i would suggest standard does not seem to hold up completely so it looks like dark matter is the most parsimonious hypothesis plausible but is that the most plausible the most parsimonious solution i'm not sure the most parsimonious but in an effort to demonstrate that we are. if you were to kind of run that, that very parsimonious regression on where are the states that have higher minimum wages above the national average uh preparations because it is a parsimonious approach to address some of the inequality um, but all these analog circuits are very parsimonious they don't require a lot of parts. <laughs> 語源調べてみる語源調べたらスッと入るかもしんないよ。まあ語源調べるとパーシモニーっていう名詞から来てて、おお何何、15世紀初頭から、おお、ラテン語から来てるとお、パーシモニアから来てると、おおじゃあこのパーシモニアは、なパーシモニアの語源はな、うんだフロムパース、From past. うんうんうん、パストパーシップルステムオブパース、パーシャルうん,なんか、なんかの過去形うん、え うん、とぅスペア、セイブ、リフレイ o フォーム、ユーズ、モデライトリー。ででで、それはそれはな誰かと親戚なの Which is said to be unrelated to Latin, p a r v u s small? うん、mm,、Poweram, too little? これは誰かの親戚かなモニアが状態を表す単語えっこんだけ もう完全にお手上げ、もう完全にお手上げよ、これ。で、こういう完全にお手上げの単語をさ、どうやって覚えるかっつってさ、YouTube で検索したら、こういうのが出てきて、もうこんなん俺から言わせればもうね、アシカの調教師オールスターズよ、これ。うん。どうせ接触回数がとかしか言わないでしょ一個の単語に時間をかけずに、何回も何回も回して接触回数を増やすんだよっつって。アシカかと。うん。 アシカの調教しかと。一回に時間をかけずに接触回数を増やして、何回も反復して覚えさせるんですって、お前。アシカの調教しかと。ほーら、この単語覚えたら、英検永級かるよ。何回も意味も分からず、訳も分からず、繰り返して覚えようね。おう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 か。おう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 か、お前らは。英検永級取って、マウントしたいおうおうおうか。 パーセモニアスマン doesn't give his to us. ケチな男とアンス。あ、柿だおいしそう柿くださいいやですパーセモニアスマン doesn't give his persimmon to us。 Parsimonious man doesn't give his persimmon to us. Parsimonious man doesn't give his persimmon to us. Parsimonious man doesn't give his persimmon to us. こんな最初にさ、英単語を実際に使ってるシーン見せて、で、覚えやすいようにこの例文の印を踏んで、目からもズバッと入るように、この画像を作って、ダメ押しで動画の概要欄に大量の例文のサイトを載っけて、なんでこんな再生数やねん概要欄のリンクから例文をチェックしよう、リッシとかアルクとかケンブリッジディクショナリーとかいろいろリンクを載せてるよ。再生リストから復習もしてね、